市村義樹昭和16年1月1日は、広島県尾道市出身の教育者、学校の設置者、女子作業教育の宣伝者、広島県立尾道商業高等学校、名古屋経済大学子孫中学校、高等学校、名古屋経済大学高倉高等学校、中学校創立者、広島県尾道市、久保町生まれ、16歳で、上京、 1887年東京商法、公衆省卒業。帰郷後、20歳の時私立尾道商法公衆省、開校し1898年、県立遺憾後も引き続いて、校長を務める。1893年、招かれて愛知県名古屋商業学校に赴任、教諭後校長として、 その発展に尽力した後、女子への本格的な商業教育を実践するため1907年、日本最初の女子商業学校といわれる名古屋女子商業学校、子孫学園を設立した。1918年には、同校校長の職を辞し1925年、名古屋第二女子商業学校を設立、女子作業教育の宣伝者としての役割を果たした。これらの業績から、 女子商業教育の父として称えられる。1928年文部大臣表彰を、はじめ多くの表彰を受けた。ありがとうございます。